はい、皆さんこんばんは。クロスダイバー、クロストーク、クロスダイバーシティクロストークの時間です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は、菅野さんと私の会員担当になっております。よろしくお願いします。菅野さん、今日はお元気ですか？そんな始まり方ですか？そういう感じの、はい、はい、です。おかげさまで、はい、よかったです。今日はですね、素敵なゲストが来ていただいておりまして、市原悦子さんです。はい、よろしくお願いします。あ、市原です、はい、メディアアーティストであり妄想インベーターであるという、はい、市原さんです。よろしくお願いします。はい、あまりこういうダイバーシティ系のトークに呼ばれることがそもそも少ないので、あ、若干異物感が異物感が最近でもイベントめちゃくちゃ出られてますよね。イベントはなんか、ね、芸人芸人最近はだから、まあ、そのエキシビションとかの関連の、はい、イベントの登壇とか多いんですかね？多いし、本当に素人レベルコメンテーターやっていたり、あ、そうだ、番組もね、最近出演されてますよね。まあ、修行、いろいろ修行いろんな面の、そう、今日初めて市原さんを見る方はですね、どうしてこういった格好をされているのかと、そうですよね、確かにね、なんかどういった方なのかっていうのも気になりまくりだと思いますので、はい、でも先にどういうことをやってるかっていう自己紹介、はい、していただくのがいいかなと思ってるんですが、いかがでしょうか？よろしいかと思われます。ありがとうございます。じゃあ、映像が出るかな。あ、じゃあそうですね、はい、よいしょ。で、今スライドをしました、うん、このままあれですか、もうぬるっと話してて、はい、全然大丈夫だと思います。はい、市原素敵悦子と申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これがすみません、めちゃくちゃ字が多すぎて読めるのかという感じ の、 自己紹介スライドなんですが、もともと早稲田大学の文化構造学部というところ、まあ、文系学部ですね、うん、を出まして、でその後ヤフージャパンという会社に入って、その時でインタラクションデザイナーとして働いてたんですけど、2016年ぐらいに会社を独立して、今完全にノラのインディペンデント の、 メディアティストとして気づけば5年ぐらい働いております、うん、そうか、もうそんななるんですね。そう、もうそんななるんだって自分でもびっくりしたんですけど早いですね、うん、で、あと、まあ、結構今コロナの影響でなかなか海外には出れなくなってしまったんですけど、うん、まあ、ここ2年、2、3年ぐらいアルスエレクトロニカとかを契機にいろんな国でも展示をするようになっていて、うんうん、まして、まあ、なんでしょう、割と日本の信仰とか文化をテーマにしたちょっと東洋的だったりアニミズムっぽいような作品が多いので、まあ、そういう意味でちょっと海外出荷が増えてきていました、うん、で多分ここに呼ばれたのはですね、本田さんと、うんうん、トランスレーションズ展、最近もうかなりロングラン展になってて、ね、最近ついについにフィニッシュ、フィニッシュなんか終わった気がしないんですけど、ね、そうそう、まフィニッシュしました。トランスレーションズ、これがすごい射程が広かったんですよね、うん、なんかこういうダイバーシティ系というか、うんうん、ドミニク・ティエンさんが、ね、そうそうそう、ディレクションされてて、で、まあ、翻訳っていうテーマのもとに、まあ、本当にダイレクトに Google 翻訳とかも扱っていれば、うんうん、まあ、こういう私みたいな変なでその若干どぎつい作品も入っていたりとかなりマルチの素敵な作品、あ、そうですか、ありがとうございます、広い展覧会でした。で、そうですね、さっきもちらっとお話ししたんですけど、デジタルシャーマニズムっていうテーマでいろいろ作品を作ってまして、うん、まあ、簡単に言うと日本の民間信仰とテクノロジーを融合すると、なんかどういう化学反応というか、どういう事故が起きるのか、これもすごいですよね。あ、そうですか。初めて聞いた時に、はいはいはい、こんなアプローチの仕方があるのか、あ、そう、もう、あ、そうなんですよ、はい、もう衝撃を受けました。あ、嬉しいです。でも結構自分としては割とナチュラルにぬるっとぬるっと最初からこのコンセプトありきっていうか、その、はい、どういうきっかけでここに。あ、でもそうですね、自分も初めはなんか自分がやりたいこととかってそんなに整理できなくって、はいはい、なんか日本 の、 のなんか正規信仰とか変な断魂崇拝の神社面白いみたいなところから作品作り始めたんで、そうそうそう、でそういうのをひたすらこうやっていくうちに、あ、なんか自分が興味があるのってなんか実は通底していて、まあ、そういう信仰とテクノロジーみたいなものとか日本の土着性みたいなものを
なんだプロダクト化したりデフォルメするのがすごい好きなんだなっていうのを気づいたのが多分4年前ぐらいですね。それまでは本当にただなるほど際どいものを作る際どいものを狙って作ってるみたいな感じでやってたんです。すごいな、それがそこにあったっていうのを気づいた。作例を文字起こしてると本当にひどくって本当にひどいんですよね。文字として残りますから。そう、アイグ大根とか虚構のビデオと触れ合えるシステム、ちょっといやすごいな。炎上してるものもあるんで全部は紹介しないんですけどいろいろ作っていて、で本当に最初に作ったのこれ学生大学4年生の時に作ったのこれだったんですけど、卒業制作卒業制作というかでセクハラインターフェース触るとアイグ大根もそのままのものを作ってまして、多分この分野にいる方は何となく何やるか分かりそうなんですけど、一応この生の大根に静電容量でなんでしょう、センシングかませていて、機能としてはもう触るとアイグっていうただそれだけの本当にひどい。なんか若いですねスライドが。そう、若いですよ。これ多分その昔の若さが溢れたスライドでちょっと恥ずかしいんですけど、でこれからちょっと実際に配信で流そうと思うんですが、ちょっとこれ環境に注意。環境に注意。まあ確かにありがたいですね。ちょっと周りになんかお子さんとかいる人はちょっと気をつけた方がいいかもしれない。アイビー声がそのまま流れちゃうんで、ちょっとイヤホンとかに切り替えたり。無音にするとかいいかもしれません。ではすいません、流させていただきます。お気をつけください。でこれですね、これが学生の頃に勢い余って作ってしまった、いいですね触るとただひたすら愛を、すごい、そう静電容量なのでどこ触ってもこの葉っぱのむしゃむしゃのところ触っても、あ、ここもね、ここも入れてます。そう、女性、男性なってるんで。そうですね。で最後絶叫。絶叫です。あ、絶叫です。そしてエンドロール。なんだって。ありがとうございます。すごい、これに拍手する人すごいですね。いや、もうこの分野にいる人はもう一回はこの動画見たことあるんじゃないかっていうぐらい、もうめちゃくちゃバズってましたよね。2013年ぐらいの時バズってます。多分バズった時は私まだ会社員で、普通に真っ当なところで働いてたんで、すごいヒヤヒヤしてた。いや、そうですよね。会社にはバレない、バレないように同一人物じゃないと、あと会社の名前が出ないようにすごい当時気をつけてやってました。すごいなあ。いやこれ、ね、いろんなとこで見ました。ありがとうございます。あと北海道で、そう、僕は本当函館大学生をしてた時にもこういったインターフェースがあって、インターフェースとは何かみたいな勉強をちょうどしてる中、こういうのがあることによってインターフェースとは何かっていうのを自問自答する日々が続きましたね。そうだから、インターフェースという名前を軽々つけてね、いやもうこれも立派なインターフェース。確かにインターフェースと何かって感じですね。大根とは、ちなみに、はい、菅野さんは、はい、美術部出身なんですけど、ちなみにそうアートがもうすごく今日関心がある。良かったです。すごいところで放り込まれますね。僕はアートの見方を結構教わったりしてるので。ああ、そうなんですね。アートがちで研究した。DJ もやる。DJ もやるし。カルチャー系。ね、部屋もすごかったですね。お部屋の写真も。AI のスペシャリストでもあり。じゃあ続きお願いします。でこれをですね、ちょっとまだこれもスライドは若いんですけど、これを卒業してから2年くらいうっかり、副業で続けてしまって、飽きてたんですよ。さすがに大根も2年もやるとさすがにね。そもそもこれってどういうコンセプトだ、なんていうか。はいはいはい。あ、これはですね、コンセプトというか作った動機としては、その当時日本の性文化にものすごい興味がありまして、日本の性文化、性文化なんか、割とどちらかといえば性的なものに権威を示すタイプだったんですけど、その当時は作ってた時はなんか、でもその一方でなんか日本ってなんか熱海秘宝館とかなんかあったり、なんかあと
初めに衝撃を受けたのはなんか岡山県にある岡山じゃない愛知県にある桃太郎神社っていうところに行ったことがあって、うん、そこがなんか神社なのになんかすっぽんぽんの桃太郎が出てきたりちょっと鬼の ピーがなんかあの丁寧に伝説として展示されていたり、なんだろうこれってその時結構トラウマになってびっくりしますよね神社行って。そうそう、なんか神社ってあの神聖な場なのになんでこういう変なものとか性的なものがあるんだろうって結構その後ずっと考えていて、でそれをきっかけに結構日本のなんか性的なカルチャーみたいなものをすごい調べフィールドワークで調べていた時期があって、うん、でそういうなんかあの日本のなんか性的なものになんか母国豊穣と か, なんか病魔を払うと か,、うん、なんか生命力とかをあの見出してしまうメンタリティがやっぱあるなって、うん、っていうのをなんかだんだん気づいていって、でそれをこのデバイスでなんか当時はなんかテルミンってあったじゃないですか、うんまあ、あるじゃないですか、なんかテルミンってなんかやっぱ女性のなんか愛用みたいに聞くあの その時話しておいて、ね、それ聞こえる時もある、ね、いたのもあって、うん、なんかそういう日本の性文化を表彰するようなあえぐテルミンを作ろうって思って作り始めて、紆余曲折してあの大根になった大根に至ったそうです。でもなんか大根ってそういう何祝祭性っていうかこう、ね、なんか確かにありますよね、うんうん、ありますよ。あと実際浅草にある町父山商店っていう神社があるんですよ、うん、なんかガネーシャ系というか、まあ、それも小宝安産の神社なんですけど、そこはなぜか大根が奉納されているので、意外とちょっとあのなぜか性的なところとか小宝安産にまつわる神社大根が変わりがち。なるほど。あとはフィールドワークから見つけ出した、まあ、たまたまだったんですけど、面白いですね。なるほど、なるほどね。でもこれをねずっと やりすぎて、なんかちょっとあのこういう若干面白い系の作品ってまあ鑑賞者があの触って なんだろうは面白いって、うん、ちょっと一瞬アテンションを集めて終わるなっていう感じがすごい当時問題点としてあったんで、うん、なんか体験者の認知がもう根底から揺さぶってもっとトラウマになるようなものを作れないかなって2013年頃思ってたんですけど、すごいちょっとあのずっとその面白芸人みたいなのをやってるとだんだんいや、うん、それが嫌になってきたのか分かんないんですけど、でその時あのちょうどあの藤井直孝先生、今ハコスコとかあのすごい精力的に活動されている先生があの SR あの代替現実っていうシステムを研究しているところにちょうど出会いまして、でその、まあ、SR が、まあ、あの AR、VR みたいな XR 系列のものなんですけど、あの虚構 あの世界のものをとあの現実で今起こっていることをこっそり差し替えて、なんかどっからが現実でどっからがあの虚構なのか分かんなくさせるっていう結構怖い研究されてたんで、まあ、それとさっきの大根組み合わせて触覚的な なんかよりだあの怪しいことが怪しいものはいけないかできないかと思ってアプローチが次の動画も大丈夫ですか。あ一応一瞬あいおいなんですそうですね、まあ、その虚構と現実の区別をつかなくさせるシステムとあの大根をですね、大根を合体させて、あのこれ見えてる映像なんですけど、虚構のお姉さん触れるようになるっていうひどい作品だったんですけど、そのまま大根これが体験風景すごい皆さんニヤニヤされるんですが、あの旗から見てると大根を触ってニヤニヤしてるやばいやつになるが皆さんすごい満足されてあの最終的に賢者モードになって帰っていく。すいませんね、なんか本当にすいませんって言いますで体験できるコンテンツはバリエーションがあってあの心拍取ってるんですけど、それによってストーリーを分岐させてて、そんなであのドキドキしてるとあのこのお姉さんがあの私もドキドキしてきちゃいましたって言いながら口づけしてくれるんですけど、実際にあのマシュマロにをちょっと香水振りかけたり湿らせて、うん、自分がタイミング合わせてあのやってるっていう。そこもアナログですね。アナログですね。2013年ぐらいにやってたやつなんですけど、なんかたまにあの被験者の方をあの週末に呼んで体験会とかもやってたんですけど、うん、アンケートはすごいあの よくってあの大体興奮してるという結果が5段階評価で大体かなり興奮したか非常に興奮したでしかない5段階評価の 5と4しかなく、結構みんな汗びしゃびしゃになって終わってたんですけど
すごいな。そうで結構その中でもやっぱり触覚体験みたいなのが特に皆さん現実感を感じられてる方が多かったんで、うんうんうん、いつの間にかあの藤井先生がこういうものを発注してまして、これたちだけ電通大 の電通の高橋信力さんに発注されてたと思うんですけど、まあ、ディープキスマシンを発注してて、はい ね、まあ、こういう感じでグッとすごいな押し込んだんですけど、これちょっとあんま操作がうまくなくて痛いって本当に怒られたんですけど乱暴そうで、はい、まあ、こういうものをちょっといきなり性的な話から始まったので申し訳ないんですけど、そっか、ここから始まるんだ。ここから始まって、もう初めの頃はもうシャーマリズムもクソもない。そこでもなんかこういいですね。荒削りというか手探りにこう、まあまあ、何を求めようかっていう。そうなんです。まあ、もともとそのアカデミアがっつり出たわけでもなく、美大でちゃんと教わったわけでもないタイプだったんで、もう本当ただやりたいからやるみたいな感じで初めすごいな始まってたから、もう荒削りさしかないみたいなんですけど。これあとあれですね、今見るとコロナの今見るとすごいなんか確かに結構ズバッとやばい感じがする。そうなんかコロナ以降見ると結構怖いってなったことありますよ、ね、うんうん、大根のやつも最近接触ってなんかねあれですよ、消毒するようになりました。大根消毒するの？大根をアルコールスプレーで毎回消毒するようになったりしました。あのセカラインターフェースは今も稼働してるんですか？今も稼働してて、最近もテレビ番組の収録があって稼働して、1本壊れました。そうまた今週末に流れる予定のことをします。で、まあ、そういうことをね、ひたすらやってたんですけど、はいはい、2015年ぐらいにようやくちょっとテーマ的にスライドがありまして、なんかひたすらなんか精度テクノロジーみたいなことをやってたんですけど、2015年ぐらいに実際に自分の祖母が亡くなったのをきっかけで結構また自分の中で一番興味あることの矛先が変わっていって、まあ、これが確か、まあ、自分もともとすごいおばあちゃん子だったのもあったし、身内でちゃんと葬儀で参加できたのはこれが初めてだったんですけど、なんかその時にすごい葬儀ってシステムとしてめちゃくちゃすごいなってこと感動してしまって、ね、うん、結構これお葬式出た方何かしら共感するところあるんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、なんか実際客観的に引いてみると、なんかなんでそんなことやっているのかわからないものだらけだと思うんですよ。弔いの風習ってなんかよくわかんないけどめちゃくちゃお金かかるような儀式やってたり、うんうん、で自分もそれまでそんなに興味を持ったこともなく、なんかむしろ合理性が感じられないぐらいに思っていたんですが、実際参加してみたらなんか、まあ、祖母の遺体が焼かれていって、でそれを親族一同で骨つまんでいって、で、まあ、その間談笑して、で最後お別れするっていうプロセスがすごいやっぱよくできているなって思って、でなんかそれを減ることによって、まあ、やっぱ誰かが死ぬことに対して慣れる人ってなかなかいないと思うんですけど、それを人が死んで混乱した気持ちをすごく鎮める効果があるなっていうのを実感しました。で最近すごい悲しいんですけど、ペッパー生産停止っていう、ああね、そう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 、出てたんですが、まあね、あれやめたわけじゃないですか、やめたわけじゃないです、一時停止あ、そうなんでしたっけ、2015年頃ってちょうどソフトバンクがペッパーやるぞってなってた頃 で、うん、で当時ヤフーに所属してたんで、まあ、親会社なわけですよ、うんうん、で、まあ、親会社がその新しいロボットのプラットフォームを作ってたんで、まあ、それをちょっと先にご案内いただいてアプリケーション作る仕事とか実はやってたんですけど、うん、それまで自分はディスプレイの中のデザイン、まあ、ウェブサイトとかスマホアプリとかやってたんで、うんうん、それと比べるとやっぱロボットってすごく体がある媒体で、ね、うんうん、すごくやっぱ生々しい存在感があるなっていうのを感じていて、うんうん、で実際自分がペッパーに乳首を搭載するロボットみたいなの作ったらものすごいバッシングされたんですけど個人的に攻めましたね。なんか感覚的にはただ単にセクハラインターフェースをペッパー化しただけっていうノリだったんですが、うんうん、ものが人型ロボットになった瞬間にすごくやっぱそこに感情移入したり感情を殺害されるとこんなに増えるんだっていうことが結構確かに、ね、衝撃で、うん、まあ、でもそれをちょっとまた別の使い方したら何でしょうね、
まあ、別に そういう人がつい感情移入してしまうっていう性質をまた別の使い方できるんじゃないかなってその時思ってて、でその遺族が亡くなった後死後49日間だけ一緒にいてくれるのは仮初めの存在みたいなものをロボットで作れないかなっていう、この文脈からこれが生まれてきたんだ。そうなんですよ。あ、そうか、意外と説明しめちゃくちゃ面白いな今日の回。すごい、ありがとうございます。そう意外と説明しすごい。そう、ただ意外とその人の存在感みたいなのをそのコピーしてあのロボットに表示させるってどうすればいいのかを初め結構迷走していて、初め作ったプロタイプこんな感じで、あのタブレットが上にあるじゃないですか、そこになんかデジタル家みたいなの出して、あのペッパーがあのそのままの声でおじいちゃんがこんなこと言ってたよとか、なんかそろそろ一周期ですねとか、あのちょっとメッセンジャーみたいなのを案内してくれるようなものをまずはプロタイプで作ってたんですけど、なんか絶対これじゃないなっていう感じで作って、確かにね、その アラーム的な使い方じゃないっていう、あんまりね、そのわざわざ人型ロボット使わなくても、それ別に LINE とかのメッセンジャーアプリみたいなので、ね、実現できるな、ただのペッパーですね、ただのペッパーですからね、ただのペッパーが伝達してるって感じになっちゃったんで、やっぱその人のなんか存在感みたいなのって大体あの人は見た目が何割みたいな話ありますけど、見た目の印象とか、あとまあ話してる内容を再現しようと始めてたんですけど、なんかでもこういう内容を話してるからその人っぽいっていうよりは、なんかその人の喋り方とか、あの声色とか、まあ自分もすごいどもりますけど、このどもり方とか、あのなんか結構表面的なものが意外とその人っぽさ規制してるんじゃないかなっていうのを、確かに、なんかその時気づいたんですね。まあ、なんで、そうですね、メッセージとか言語情報を頑張ってさ、あの再現しようとするよりは、なんか声とか癖とか仕草とか体の特徴にフォーカスした方が、なんかその人らしさを強く、あの残せるんじゃないかなって思いまして、もう本当そのまま顔面を 3D スキャンして 3D プリントして、で事前収録したその人のリアル音声と合わせて、あのモーションプログラムを組んでいただいて、で最終的にこういう、まあ、あのもしかしたらご覧になった方もいるかもしれませんけど、こういう形になりました。有名な作品ですね。これは割と海外行きが良かったですね、でその人の魂がロボットに生き返ったって、あの生き返った様子ですね、これ1ヶ月ぶりました。あ、なんかこうやっぱりね、足が地面についてるって素晴らしいですね。いや、体ないって結構いいよ。藤井先生ですね。体あるってのも結構捨てがたい。やっぱ行ったり来たりできるといいよね。これは自分のやつも作ったんですけど、これは私も。いや、そうか、これってメガネを再現しづらいんですよ。メガネってかけさせるの難しい。ああ、そうか、そうか、視線の研究者なんだ。で、あのカウントダウンが自動にされていて、あの胸のタブレットに残り2数出てるんですけど、でそれまでお話しできる。またパチスロ行ったの？もうやめてって言ったじゃん。でくしゃみとかもできる。すごい。こういうやっぱそう、しゃべりよりもなんかこういう日常の仕草の方がやっぱその人感がすごいにじみ出るなっていうのを思いました。そうそう、徐々にあの今21日残りぐらいです。まあ、でこれが永遠に一緒にいられるわけじゃなくて、あの仏教の四十九日制度にのっとって設計しているので、これ最終日の様子なんですけど、ね、じゃあもう喋りたいことは喋り尽くしたので、ちょっと残念なお知らせなんですけれども、まあ、あのお別れのメッセージを最後に言って四十九日っていうのがもう経っちゃって終了する感じですね。僕そろそろ行かなきゃいけないんですけど、体に気をつけてね。これもうやっぱりあのお別れの仕方に人それぞれ全然違って、こういうふうにあのお別れのメッセージを言う人もいれば、この藤井先生のロボットは最後成仏していく、ああって言いながら成仏の一部始終を、あ、これですね、もう一回死ぬ感じ、これやばいな。あ、でも気持ちいいよ、2回目だから慣れてるから、いいわいいわ、まあ、でこれで息が抜けて、あの、まあ、魂が上に上がっていって、でロボットの稼働もこれで終了して、元のペッパーに戻るっていう、そういう設計にしておりました。いやーすごい、そういう作品だったんですが、これてか、はい、ペッパー
そっか、うん、その本来ペッパこんな動きできるんかみたいな動きをたまにしてる時があって、そうですよね、うん、それ実はそのエツコさん もっとペッパーが開発段階とかから入ってたからっていうのもあるんですか。あ、でもこの特性みたいなのを知り尽くした上での、あ、でもペッパー、あ、ペッパー、あ、自分のアプリケーションこういう動きとか、あ、これはね、あの一緒にやってたあの女性の開発者の方がいらっしゃるんですけど、うん、このアプリケーションその方がもうガチでペッパーの 全体の、なるほど、なんでしょうね、機関のものを作ってたかなり腕がいい人が入っていたので、あのめちゃくちゃモーション作るのがいいんですよ。すごいですよね、くしゃみのくしゃみのみたいなやつ、いや本当に知り尽くして いるあの渡辺千佳さんっていう方なんですけど、うんうんうん、いやその方の賜物で、でもこれやっぱあの下手な人が作ると全然、うんうんうん、あの下手なんですけど、上手い人が作ると本当にすごいですね、モーションは。そうで、これが結構あの、まあ、若干テーマ的にあの、まあ、きつかっあのどぎつかったのもあって、いろんなあの新聞とかにも開発中からかなり露出していたんですけど、うん、ただ、まあまあ、どんどんこういうもの増えてきたと思うんですが、なんか若干やっぱ怪しさもあるなって思って、うん、まあ、こういうふうにあの誰か亡くなった人とか会いたい人って全然再現できるし、まあ、現実感っていじれるんですが、でも虚構にそのまま依存してしまったら、それはなんか、まあ、あの住職さんでインタビューした人も言ってた話なんですけど、まあ、もの失敗ってその人は言ってて、あの、まあ、例えば亡くなってしまった息子さんが、まあ、自殺した方だったみたいなんですけど、いつまでも生きてるかのように振る舞ってしまうお母さんの事例とか本当にあったみたいなんですよ。まあ、それはテクノロジーとか関係なく、あの そうだったそうなんですけど、そうなってしまうんじゃなくって、あの適切に最終的にはその人が亡くなってしまったことを受け入れなければならないっていうのがあるんで、そう、ね、まあ、どんどんこういうテクノロジー発達するとは思うんですけど、その虚構が介入する現実に対してあの健全に付き合うにはどうすればみたいな、結構今後ガイドライン化されるべき分野だなっていうのはすごい思います。で結構話が長くなってきたんですけど、いや全然大丈夫です。めちゃくちゃ楽しいです。津川さん、ここまで何かコメントありますか。あれ、いや、そうですね、あれってなんかすごい技術的にはすごい興味深い話ですよね。なんていうか、あの、うん、実際作る今あれは本当にだから全部演じてもらってるって感じです、ね。まあ、演じるというか、まあ、その人の 素を出してもらって、はいはい、まあ、でも確かにワークショップみたいな感じで、今あなたはあの亡くなった後ロボットに宿りましたみたいな、あの、うん、そう、誘導催眠みたいなのに近いんですけど、なんか そっちの体験の方がちょっと興味深いかもしれないですね。なんかある種の遺言としてこう、うんうん、あ、そうですね、本当に生前葬とか遺言みたいな感じがあって、なんか結構その人の生き方とか大事な人とか浮き彫りになる感じがあって、ね、まあ、割と年があの近いデザイナーの女の子とかにもやってもらったんですけど、なんかずっと弟を叱ってました弟に激を本当に心配みたいでなんかちゃんと、うん、ちゃんとしろっていうのをずっと言ってたり、なんかその人のかなりプライベートなところが覗けたりするので、うん、面白かったです、ね、なんかだからちょっとタブーっていうかね、なかなかこう、うん、とつきづらい話っていうのに対してこういうペッパーを返して対話するみたいなのがあるのも面白いなと思ったし、うん、これって他の宗教文化ではどういう受け取られ方をする。あ、でもそうですね、宗教文化でいうとあの、まあ、に日本人だと輪廻転生、はい、うん、まあ、またあの上がって戻ってくるみたいな感じですけど、多分西洋圏全然違うじゃないですか、なんかあのまた生まれ変わるみたいな発想は確かなかったと思うんで、うん、まあ、でも逆にそれで面白がられましたね。なるほど。あとあの結構あの特筆すべきだなって思ったのが、あの日本人だとペットロボットとかまあ、アイボーとか、 なんか機械が生命を持っていて、あの、まあ、ペットみたい生き物みたいに可愛がるって結構当たり前というか割と馴染む発想じゃないですか。鉄腕アトムとかもあるし、ただあの西洋圏とかだともっと機械ってオートメーションとか、あの自動化とか効率化のためにあって命を持つようなものではないっていう概念が多分一般的だと思うので、それで結構こういうロボットに人間の魂が宿るみたいな話をすると結構ギョッとされるなという感じがあります。まあ、ギョッとされてあの面白がられることは今のところは多いんですけど、まあ、でも本当に実物を見るとなんか面白いねっていう感じなんですけど、これがあの海外のネットニュースでわーってなんかばらま
かれた時があって、その時はなんかブラックミラーが実現した気持ち悪いみたいな感じの反応がすごいキモい、そういう捉え方、キモいと不気味だ、あってはな、あってはならないっていう感じ。なんか実物見た人とちょっとあのコンセプトだけ知った人だとちょっと印象は変わるなっていうのは思いました。確かに民族性ありそうですね。いやすごい民族性あるんですよ。でもこういうちょっと四十九日みたいな概念が本当にいろんな国でもあったりもするので、うんうん、なんかそれも面白いなって思ったりはしました、うんうん、全然違う宗教でも、うんうん、はい、なるほど。ですいません、あの これが本編がちょっとだいぶ終盤なんですですけど、そう、ね、生死、そしてそう、あのブームが大体2、3年3、4年ぐらいブームが一巡する傾向があるんですけどそのちょうどあのなんでしょうね、デジタルシャーマン作り終えて、うんうん、あの作ってた時期はちょうどあの祖母の墓中が終わったタイミングだったんですけど、うんうん、なんか逆にあの人間の死について考えまくった後になんか祝祭とか記載とかめちゃくちゃ生命力を感じるものがあの、うんうん、面白くてしょうがなかった時期が2016年ぐらいにありまして、うん、なんかすごい現代社会ってなんか人間の狂気が虚勢されてるなってすごい思うんですけど、あの、うん、でもそういうあの割と統制取れた社会の中でもともと持ってたのが人間の暴力性みたいなものが平和に出てくるのが奇才なのではと、その時あのすごい興味を持っていろいろ調べてたんですけど、まあ、それであの秋田県のナマハゲなんかリストアップしたんですよ、いろんな日本全国の祭りを。で一番好きなやつがナマハゲだったんですけどなんでなんでトップがなんかあのポップさとその背後にあるなんでしょう、結構自律性とかのバランスがすごいいいなって、なんか奥深そうだなって思って、でその時あの ISID イノラボさんと一緒に やってたプロジェクトだったんですけど、まあ、あの ISID の方が小菓子役所にあのこんな企画あるんですけど、うん、あのナマハゲ作品で扱っていいですかって言ったら結構カジュアルにいいですよってあれそう、一応許可取らないといけないんだ。一応取ったんですよ小菓子役所の方すごい協力していただいて作ったのがあの秋あの都市の生揚げという作品、これね大好き、あ本当ですか、はい、作ってまして、これはまあ一言で説明しづらいんですけど、まあ、あのお菓子の生揚げ行事って、まああのまあ、一見その泣く子は稲がって言いながらあの怖い鬼があの子供を泣かしていく行事として、まあ、有名なんですけど、まあ、あれもすごくあの、まあ、役所の人とかにいろいろ教えていただいて掘っていくと、なんかその集落の治安を維持するとか、まあ、コミュニティを維持するとかすごくやっぱ政治的だったり社会的な意味合いを担っていたんだなっていうのが分かって、でそれをその現代の都市に移植するとどうなるだろうっていうのをやってみたくなってやったっていうのが趣旨でした。でそのナマハゲってなんかあのナマハゲ台帳っていうのが概念があって、台帳台帳ノートデスノート的な感じみたいななんかあのお前らがやってることはこの台帳に全て書いてあるって言いながらナマハゲをあの民家に襲っていう子供を流していくんですけど、それをあの SNS としてあのその映像の中で作り変えていて、まあ、いろんな土地であった、あすいません、悪事を通報するという機能が搭載され、はいはい、で規定値を超えてしまった場合その台帳に登録されて、あの年終わったらあのしつけにしつけにくいっていう、まあ、ちょっとあの映像長いんで、まあ、簡単に言うとそういうものを作っていたりしました。これあのお面はあの池内博人さんっていうあのコスチュームマスクデザイナーの方で、衣装はあのクロマーさんにお願いしたのでかなりあの豪華な作品だったなと思います。でこの時あの映像というか、まあ、スペキュラティブデザインっぽい感じで作ってたんですけど、うん、やっぱ本当に祭りやりたいなってムラムラしてしまったのは2019年ぐらいで、いや本当にやっぱあの映像として作るのも、まあ、波及力はあるんだけど、やっぱり本当に祭りを東京でやりたいなってなって、で2019年にあの仮想通貨奉納祭っていう変な祭りをこれねやってたんですよ。そうか、この文脈で出てきたんだ。そうなんです。なんか祭りを変な祭りやろうと思って、なんか世界中からなんか仮想通貨を投げ銭できて、でそれを地域とか神社に奉納して都市のなんか豊穣を祈る祭礼行事をやるみたいな、本当によくわからないとなんか趣旨で始めて、その時あのクラファンとかであのどうにか予算源全くなかったんで集めたり、あとめちゃくちゃ集まってる、あそうですね、まあでもあの
皆さんはもっと集めないと思うんですけど、そうそうそう、で、そんなことないよみたいな、そうですか、同じぐらいそう、なんか作品のオープンコールというか、あの祭りに変な奉納をお待ちしていますみたいな感じでやったら、あの本当に奇妙なものがいっぱい集まってきて、でその時あの渡井大樹さんで、あのセクハラインターフェース一緒にやってた方と、今度はみこしをこれもすごいですね、大根の次はみこしを作ったんですけど、そうそう、あのサーバーみこし、最近六本木でもね、あ、そうです、あのメディアビジョン東京で最近あの展示をさせていただいて、まああのまあみこしってすごい職人芸なんですけど、それをデータファブリケーションに置き換えて、三角のアルミフレームとデータファブリケーションをとメルカリをフルに活用しそうですね、みこしの土台部分はメルカリで買ったんですけど、あ、そうですそう、中古のみこし売ってるんですか、土台部分、たるみこしっていうのは売ってて、あのやっぱ持ち手のところとかやっぱちゃんと作んないと危ないんで、そこだけは既存のものを作ってました。であの奉納用のビットコインウォレットみたいなのがあってですね、うん、まあ、世界でどこからでもこれであのビットコイン送れるんですけど、まあ、それであのみこしの反応がすごい現金なんですけど分かれていて、まあ、あのビットコインスーパーワッショイセレブレーション、そうです、で1万円ぐらいドバッと着金するとスーパーワッショイセレブレーションが起きるんですが、まあ、ビットコインの5回連続着金したらワッショイセレブレーションっていう機能が発動して、これ動いてか、あ、音が出ないけど、まあ、出るかな、あれ音が出て音が止まってもた、まず一旦飛ばしますがなるほど、あのまあ、これみこし担ぐ人のグループチャット勝手にあのペイヤっていう掛け声が生まれて、ペイヤバクタセイヤじゃなくてペイヤいいですね、ペイヤって でこれが採用され、でこれ東京都の中野区の昔マツコデラックスさんが住んでいたらしい、昭和から戦前ぐらいからずっとある商店街でやらせていただいたんですが、はい、これがもう今見るともうゾッとするぐらい人が集まってるんですけど、ね、あ、いいですね、こういう世界観が、そうなんですよ、これ実際みこし担いだ当時の映像ですね、あのピーやって言いながら、よくこれ許可取れましたね、ここでやるの、あ、でもこれ全面的にあの商店街の方、商店街の方そうです、祭りとしてやってたの、すごい、そうピーやって言いながらピーやサバみこしが担がれ、あ、悦子さんっていう、あ、これ真ん中、あ、多分先頭で、あの先導してますそう、なんか知らんけど人がいっぱいついてきて確かにみんなゾロゾロそう、これ本当にどこまでも続いてたんですよゾロゾロゾロと面白いで結構あの町の子供とかもあの普通に受け入れてくれるとか、割とノリノリで、うーん、あの本当だ、あ、声が出ない、先頭に先頭を行きながら結構ね、子供ついてきてくれるんですよ、全然関係ない、なんでこんな楽しそうなの、なんかしながらすごい楽しそうにペイヤーペイヤーっていうのがついてきてくれて、で、すごい白昼みたいな、だって2日で1万7千人ぐらい集まってきたすごいで、あのめでたしめでたしって思ったら、あの2020年そうだ、ね、この中においては完全にこう3密プロジェクトになってしまったんで、そうか、これ2020年にもやる予定あったんですか、あでもそうですね、もしあのやれたらやろうかなと思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと非接触型にしないとあかんなってなってで、メディアアクション東京の直近の涙ぐましい努力をして、あのフォトグラメトリで神輿を感電、うん、あの 3D スキャンして、あのミディアンピション東京であの本当にプロトタイプみたいなものを作ってたんですよ、こういうあの 3D に起こしてなんかみこしの周りをあのゴーストペイヤーと言ってるんですけど、担ぎ手がゴーストペイヤーそうそうそう、ひたすら待機している、顔はね、あの仮想通貨奉納祭のロゴが入ってるんですけど、1個だけあのゲーミング PC を貸してくださったのパン株式会社さんっていうところのロゴが入ってますあ、スポンサーロゴが入ってる、スポンサーロゴ顔面に入ってるなるほど、でこれそうですね、あの最近まで六本木ヒルズで展示してたんですが、今後はあの祝祭のデジタルツインっていう新たなプロジェクトに若干変形してやろうかなって思って、まあ、そのデジタルツインこの文脈で使う人初めて見ましたね祝祭をデジタルツイン化して、まあ、あのいろんなレイヤーでやるっていうのを、あの渡井大樹さんっていう、まあ、うん、アイグ大根から一緒にやっていた人
ストを指導に結構今やっているところでした。すいません、話がプレゼンだけなくなってしまったんですけど、めちゃくちゃ面白いな。あ、よかったです。意外と長かった自己紹介が、すいません。そう、僕だから京セラ美術館とかでも見せてもらったりとか、はい、ありがとうございます。 そうですね、その時、うん、あのご感想がだったんで、ね、すごい見ましたんですけど、そうさせてもらって、そう、まあ、京セラ美術館でも出して、そう、ああいう大きな美術館で展示をされる人みたいなイメージが最近もある中で、やっぱりあそこから始まって、いろんな、ね、あのバズさんの道とかも経てここに至ってるんだなっていうのが分かって、もう今日感慨深いですね。そうです、完全に評価から始まったんで、いやね、確かに、いや面白いな。どうでした？まあ、そうですね、なんかあのそうですね、なんだろう、なんかいろいろあったんですよ確かに急に振られてトピックいろいろありすぎてそうですね、なんかあの何を言おうと思ったんだったかな、あの僕らもなんかこう機械学習をどう使いやすくするかみたいな話で、うんうんうん、で僕らそんなにあの例えばこうオンテナ用の音認識のモデルを初心者が学習できるようなインターフェースみたいなことをやって、うんうんうん、ワークショップと実験してたりするんですけど、やっぱなんか擬人化は発生しちゃうんですよ、うん、なんかこう、うん、あ、オンテナを人に見立てるってことですか？いや、機械学習モデルを学習するっていうこの感じが、うんうんうん、なんかこう育ててる感じ、あ、確かに、まあ、でも、うん、そんな感じない、実体を全然持ってないんですけど、うん、なんか子供育ててるみたいな、そうそう、ノリとして、まあそういう説明してるところももちろんあるんですけど、うん、なんかちょっとやっぱりどうしてもこう説明の中で AI を擬人化しがちっていう話はあって、うん、でも理解しやすいですよね、なんか そうですね、学習ってなると、そうだから、そのでもそれって確かになんか海外でも同じようにそうなのかっていうのはよく分かんないなって、うん、なんかさっきちょっと聞きながら思いましたね。擬人化したり、なんかそれを生命に見立てて育てるっていう発想は確かにすごい日本的なんだろうなって思いますね。でなんかそうですね、僕らの話で言うと結構その技術にどうやってこう親しみを持ってもらうかっていうのが結構重要なポイントで、でやっぱそういう意味では機械学習とか AI ってすごい難しいんですよね。なんかやっぱ本質的に抽象的じゃないですか、うん、ちょっと。でどうしてもなんか擬人化とか実際のものに落とすと、うん、なんか話が狭まるっていうか、うん、なんか本来こう、あ、そうか、別にディープラーニングでできることなんていくらでもあるんですけど、うん、もうなんかあんまり具体化しすぎたり用途を限定したりしてきたら分かりやすいけど、でも本当にできることも教団の一角でとどまってしまう。分かりやすさと柔軟性のバランスみたいなのを取るのがめちゃめちゃ難しくって、で、まあ、でもそれそうですね、なんかその話をなんか昔からずっとしてて、うん、でその今回の話を聞いていて、なんかそのなんていうんですかね、 AI に身体性を持たせるってやっぱ重要な方向性なんだろうけど、それって結構やっぱ難しさがあって、うんうん、全然僕らの中でも答えが見えてるわけじゃないんですけど、ね、この前なんかちょうど2週間前ぐらいに菅野さん、はいはいはい、あの未来館で AI ワークショップをろう学校の子どもたちとか、あとまあ一般の未来館の会員の子どもたち向けにやってたんですけど、はい、AI を子どもたちに教えるときにやっぱりこう何かしらキャラクターがあった方が伝わりやすいみたいなのは、そうですね、キャラクターはすごい分かりやすいついからつい、そうなんですよね、つい使ってしまう、ね、そうそう、昔なんかその結局その多分研究的に言うとその、うん、AI のプロトタイピングみたいなのをどうやってあの一般の人でもできるようにするかって話が多分一番重要なポイントだと思っていて、うんうん、でプロトタイピングってものだと結構分かりやすいっていうか、うんうん、実際にパーツを揃えてこれでプロトタイピングしてみましょうなんですけど、機械学習って要はなんか実際にこうデータ集めてきて何してほしいか教えるところを試しにやってみましょうっていうところを、なんかどうやって直感的にやってもらうかっていうところが多分一番ポイント で、なんか昔これ誰と話してたんだろう、落合さんと話してたのが、なんか AI 役の人っていうものを連れてくるっていうアプローチがありえるんじゃないか、要はある種のロールプレイをするっていうアプローチがありえるんじゃないかって話をなんか一瞬してて、別に結局その後何もしてないんですけどロールプレイで思い出したのが、あの、うん、ちょっと今日話してなかったんですけど、あの機内食を作ることにハマった時が、いや、そう、それね、ちょっと この後の話題で聞こうと思ってたそうそうそう、コロナ禍によってね、そう、コロナ禍であの、まあ、旅に出られなくなってしまったので、あのもう辛くてせめて飛行機に乗りたいが、まあ、空港に行くのもちょっとはばかれる感じだったので、せめてあの飛行機乗ってる時の搭乗体験をあの再現すればまだマシなんじゃないかなって、あの気晴らしになるんじゃないかなって思って、
あのピンタレストとか Google 検索とかでも大量の機内食の画像を、はいはいはい、あの 見まくってその共通点をなんとなくあの大量の画像を見ることであのなんとなく導き出して、でそれに基づいて自分が作るっていうのをやってたんですけど、あ、これなんか今自分が機械学習してるみたいな。いや、そんな気分であれ作ってたんですか。え、画像あります？手元に。画像ありますね。ツイッターとかに載ってたのは。ちょっと出しますね。あ、すみません、見たことあります？自宅フライト。昔あれ一瞬ありましたよね。あの機内の気分が味わえるレストラン。ああ、実はそれもちょっとだけあの参加してたんです。あ、そうなんですか。参加したの。その時あのフリーランス成り立ての頃で、あの立ち上げの時にあのなぜかウェブの方だったんですけど。そうなんです。あ、今出しました。あ、そうですね。映像出るかな。あ、そっか。すみません。画面に2画面すればいいかな。ミラーリングすればいいかな。なんか、そうなんです。だから、千原さんはこういう、はい、見せ方がうまいっていうか、そうですなんていうのかな、インターフェースの人なんだなって改めてこう思ったっていうか、うん、意外とそうかもしれない。なんかいろんなデジ、まあ、最新のテクノロジーも使いつつ今の、まあ、メディアアーティストでも、ね、うん、ですからね、まあ、そうだと思うんですけど、まあ、元々はインターフェース作る仕事はしてたんで、うん、確かになんかいろいろ出てきた時にどういう側作るかみたいなのは仕事としては、いや、あれインターフェースデザイナー、そうなんですよ、一応私インターフェースUI、はい、UI 専門としているので、うんうんうん、いやでもなんかなかなか僕とかこう怖いんですよね、自己を表現するみたいなのがあんま得意じゃないっていうか。あ、そうなんですか。だから本当に悦子さんのこの自分の世界観を通しつつテクノロジーを使ってこう、うん、みんなに伝わりやすいものを作っていくとか、それにまあある種それをきっかけにいろんな、ね、スペキュラティブの話もありましたけど、こういろんな思想をこう書き立てていく作品みたいなのを作るのすごいなって思ってます。ありがとうございます。それは大変光栄な。映像出る？はい、あ、今出る。あ、これ、あ、これね、これが、そう、これも勢い余って話題になりましたね。初めはちょっと給食っぽくなってしまったんですけど。あ、そうか、最初こんな感じ。最初はなんか自分があんまちゃんと画像を見てなくって、初め作ったのはなんかカレーとか納豆とか入れちゃって確かになんか違う、なんかちょっと違う なんかあの多分その時学習データが不足していたんでしょうけど、あの、まあ、なんとなくあの四角で細かく仕切られててっていうのはなんとなく覚えてたんですけど、まあ、これが徐々にこう学習を重ねることによりどんどん上達して、これなんかあれなんですね、 iPad がまたいい感じなんですよね。そうですね、あのこの 白枠 iPad は結構あの気になって、ね、外感っていうか窓枠感がこう意外とこれが結構やっぱ人間の認知ってなんかいい加減で、本当にあの触覚的にもあのペラペラのエコノミークラス の器を、うん、のあの持ってて、でさらにあの、まあ、大体これやるときワインクソほど開けるんですけど認知がちょっとバカになるんで、それでもうほぼ機内なんですよ。これすごいよ。どういう椅子に座ってるんですか。これあでも普通の業務用の椅子なんですけど、あのこれ買い出しもおもろい。これダイソーで買い出してると思うんです。メニュー気味のコツとかだんだん分かって、いやすごいですよね。もうここら辺のなんかさ、あのちょっと器にこうヨーグルト入れる感とかね、はい、あ、そうそう、器にヨーグルトがすごいめちゃくちゃ出てきたん で、ね、でこれがちょっと機械学習っぽいかもしれないと思ったのが、あのピンタレストに大量に画像を集めてて、まあでも実際機械学習やろうと思ったらこんなもんじゃもうクソみたいなもんだと思うんですけど人間割と、まあ、あの、まあそうですね、学習早いというか、うん、まあ、あのコツつかむのは、まあ、そこそこ経験とかもあって融通は効くんで、でもこれ本当に今俺はディープラーニングディープラーニングが欲しいってそういう気持ちになりながらやってて、すごい楽しかったですね。なんかあの上の方にディストピアミスとか出てるんで、それもいつかやりたかった。確かにまだやってないですけど。そうなんです、まあ、これはただのティップスですね。何を入れれば機内食っぽ ぽいかみたいなの。あのカップ水は確かに、カップ水は重要ですね。え、これって自分でまとめたんですか。これ自分でまとめました。あ、すごい。マニュアルを。マニュアルを。あの機内コンテンツ、あのエミレーツ航空がおすすめとか、そういうのちゃんとね、ここら辺 YouTube に上がってるんだな。YouTube にあるんで、そうなんですよ。なんか懐かしい感じしますね、なんかいいの。
そうなんです、 もはや懐かしい、ね、いろんな人がそれ真似してやってくれすごいやりました動画まで、いやそうだよね、とにかくすいません、あのこのディスプレイは一旦これでいやめちゃくちゃ面白い、そうだから、まあ、なんか自分で自分が、うん、機械学習になる、みんなで、ね、やるやる、そう我々はそのまあいろいろワークショップとかもやったりして、うんうんうん、まあその技術をどうやって広めていくかっていうか、その社会実装するっていうところも、うんうん、まあ一つのテーマでやってるんですけど、ね、なかなかその見せ方どうするかとか、うんうん、どういう立て付けにするのかとかっていうのは、うん、まあ、めちゃくちゃうまそうですけどね、ね手探りでそれはすごいうまそうだなって思いながら見てたんですけど、ところはあって、うん、なんかそこそうなんですよね、なんか結構やっぱりこう、まあでもこれって多分技術の社会コミュニケーションみたいな話全般に通じる話なんですけど、やっぱりこう伝えづらい技術っていうのは明らかにあって、なんかそういうものこそ重要だったり、そうなんですよね、でやっぱそこで結局根本的に出てくるのはやっぱこう分かりやすさと本質のトレードオフみたいな話がすごくあって、いやバズワードがしまくってますもん、なんかそのそれこそあのシースルーキャプションの話とかも、その話あれ話してて、あれ動画とかご覧になりました、シースルーキャプション、あの在県で、はい、まあ、今ここに出てるみたいなのあるかな、なんかこう透明のガラスに文字が出てて、ああ面白かったですね、うん、あれ在県だった、なんかあれ結構バズってて、うんうん、なんか設楽君とかと話してたのが、 あそこまでバズると、うん、結局文字認識すごいっていうところになっちゃうっていう、あれって本当は本質的に見せたいところじゃないところが、そうですそうです、あれって本当はなんていうかディスプレイのデザインっていうか、うんうんうん、こうコミュニケーションを妨げないための、うんうん、僕なんか僕がすごい解説する感じになっちゃって、うんうん、いいじゃないですかクロスダイバーシティ、なんかそこを伝えるのが難しいよねみたいな話を、なんか、うん、さっき言った川崎さんとか本当に見せたいところとか、てて、あの基盤になる技術のすごさっていうのがあの表面の出来の良さに持ってかれる、でなんかこれって結構研究あるあるというか、うん、なんかこう自分の研究の話を一般にするときって分かりやすくすごいことを伝えようとすると、うんうんうん、自分の研究のコントリビューションじゃないところになるっていう、なるほど話があって、画像認識すごいでしょっていうプレゼンをしちゃうんですけど、うんうんうん、でもそれって別に自分の研究について何も言ってないっていう話があって、なでなんかそこをなんかやっぱすごくで結局それを諦めちゃうと本当にただのマーケティングになっちゃうんですよね、うんうんうん、でなんかそこのバランスがすごいこうあくまでクロスダイバーシティは研究プロジェクトであるっていう風なスタンスでやろうとすると、なんかそこのバランスに苦慮してるところありますね。僕とかはもうより伝わりやすいシンプルな方がいいんじゃないか推しなんですけど、佐野さんはスタンスとしては本質的なところを伝えることに意味がある、うん、まあ、でもそれは役割分担が分かれているのはいいですね、そういうね、まあ、ゆえにだから対立するっていうバチバチになっちゃうんですけど、あと結構あのそもそものクロスダイバーシティとか、まあ、こういうなんでしょうね、あの、まあ、ダイバーシティとかいろんな人の認知に関わるようなプロジェクト、うん、なんか自分が あまり入るきっかけはなかったんですけど、なんかこういうなんでしょうね、まあ、朦朧の問題だったり、うん、いろんなものを結構あのなんでしょうね、もう成果を込めてやるにあたって、なんか なんでそういうテーマに入っていたのかって、あの当事者性がきっかけなのかなって思ったけど、でも そうとは限らないじゃないですか。でも、まあ、島萩さんとか自分のお父さんとかね、あの 病気がきっかけでだったり、まあ、夏美さんだったらあのご両親とのコミュニケーションっていうのがあったりするんですけど、なんか当事者じゃないところから入っていく場合ってなんかどういうきっかけだったのかなって結構全然話を伝えるんですけど気になってて、素朴になんか僕の場合はそのたまたま大学1年生の時に、はい、あの学祭でろう者の方と出会ったんですよね、でそれがきっかけで手話の勉強を始めて、すごいですね、そこまでそう、そうボランティア、そう手話通訳のボランティアとかやったりしてたんですけど、うんうんうん、そうあと NPO を立ち上げたりとか、うん、なんかその僕はなんか単純に手話かっこいいなとか本当に耳聞こえない人いるんだみたいなのがあって、うんうんうん、周りに耳聞こえない人います？実は半分聞こえなかったって、あのめちゃくちゃ自分が？自分からあのよく仕事をしているできる上司とか、あのめちゃくちゃコメンテーターとして活躍されてて、もうそんなことを踏み出さないような人は実は耳が半分聞こえてなかったって思って、あそうだったんだって後でびっくりしたことが結構、うん、
なんか、ね、全く聞こえなくて、うんうん、手話でを主にしてる人って周りに僕大学入るまでいなくて、うんうんうん、だからびっくりしたんですよね本当にその人いるんだと思って、うんうん、温泉友達になったっていうところから温泉のストーリーは始まっていくんですけどそうそう、だから他者のにそんなに共感できるっていうのはまずすごいなと思ったんですけどね。いやでもなんかその記載を調べるように僕はなんかその音のない世界の人がおもろいって思ったっていう感じだと思うんですけど、ね、そこはじゃあ本当に純粋に好奇心がそこに向いたっていう感じなんです、うんうんうん、ですね。でもこのクロスダイバーシティのきっかけとなったのは、まあ、落合さんのねお子さんが、うんうん、まあ、その最初高外列で生まれてきたっていうのもきっかけではあるんですけど、菅野さんなんかこういうクロスダイバー、なんだろうな、まあ、いわゆるマイノリティの人たちに対しての、うんうん、サポートするようなテクノロジーを、ね、ことってやってたんですか、ボランティアとかやってたんですか。そういう僕は多分純粋にこう技術的な話から入ってて、てか自分がアクセシビリティ研究者だというつもりは全然ないというか、それ本当のアクセシビリティの研究してる人からすると全然なんか入口にも立ってないような感じだと思うんですけどなんかそのでも画像認識ってやってるとやっぱりその話ってよく入ってくるんですよね。なんかそれが果たして目の見えない人を助けられるかみたいな話っていうのは普通に研究してても結構出てくる話だし、一番 それを必要としてるのがそういう、あのそうですね、あのだなんですけど、じゃあ今普通に研究されてる画像認識の技術がそのまま目の見えない人を助けるために使えるかっていうとまたそうでもなかったりするので、うん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 、結局健常者の視点で作っちゃってるというか、だからそこは必ずしもイコールじゃないんですけど、でもその視点ってやっぱりたまに入ってきて、うん、なんで技術的にはすごく関係あることをしてるわけですよ。なんか視線推定とかもなんか ALS のその ALS ってあの体が動かせなくなる、そうですね、病気の、サポートに使うみたいな話はまあ昔からあるし、なんでこう技術の出口っていうものを考えた時に当然結構障害者支援っていうのはやっぱり必然的にこう多分どの分野も結構それってすごく重要なトピックとして入ってくるところがあって、うん、人間の認知とかを研究するような研究だと結構やっぱそこに紐づいていきやすいっていう、それもあるかもしれないですね、まあ、ある種の人、うん、そうですね、広く人工知能研究って多分そういう文脈はあるんだと思いますけどね、うんうんうん、なんか音も自然言語もそうかもしれないですし、うんうん、なんか確かに、ね、で多分なんか僕でもクロスダイバーシティ的には多分僕の関心って結構そのなんていうんですかね、技術の使い方の多様性をどうやって広げるかって結構そのもうちょっとメタなあの興味があって、うんうんうん、やっぱりこうあの研究者が考える問題設定なんてたかが知れてるっていう話があって、結局そのいろんな人がいろんな課題を解決するために技術を使うにはどうすればいいかみたいなところにすごく関心があるんですよね、うんうんうん、結構なんか在野というか野生のテクノロジーの使い方というか、いろんな人がいろんな問題設定を、まあ、自分で、ね、うん、ある程度余計定義して作れるようになるのがまあ理想的にはそうですね、なんかそれは多分どちらかというと画像認識の分野ってやっぱそこの多様性がすごく欠けてるっていうのは昔からこう一部の人がずっと言ってる話で、なんかどうしてもこうなんて言うんですかね、こう競技性の高い研究ってなんか最近僕ツイッターでその言い方してたけど競技性の高い研究あれあのそうそう、ツイッターやってるんですかそういう著者いらないんですよあのツイッターでそういう話をしてるんですか検索してください皆さん、いやでもそうで、なんかそうだから割となんかそこに対するなんていうんですかね、こう 裏スタンスとしてなんかこう、うん、もうちょっと世の中にはいろんな解くべき課題ってあるよみたいな話っていうのは、うんうんうん、まあ、昔から多分研究コミュニティのそういう話っていろんな人がしていて、あ、この競技的な研究って早いでまさになんかアクセシビリティって結構その一番こう顕著な例っていうかすごく重要かつ多分その人に分かってもらう上でもなんていうかいい事例なんですよね、うん、いいっていうのはちょっと語弊がありますけど、これまでなかったんですか、視覚障害者の人とか聴覚障害者の人と研究するってなかったんですか。あ、今までは共同研究っていう意味ですか。共同研究とかその今のクロスダイバーシティのようなアプローチは僕今までは直接はなかったですね、うん、あ、そうなんだ、じゃあいいじゃないですか、クロスダイバーシティやつ、ラボに問題性とは一言も言ってないなるほど、そうそう、だからそれはすごく大事だと思いますね、なんか、うん、明らかにでもあれですよね、クロスダイバーシティやることでちょっとこう芸風が広がってるとか明らかにある芸人芸風はね、
全然話変わりますけど、はい、市原さんいつからそのコスチュームになったんですか。コスチューム、あの芸風っていうつながり、芸風か。私を初めて巫女衣装を買ったのはあのトゲンビのコンペティションに2012年ぐらいに出してたことがあって、それがあの人間の祈りを可視化するみたいな作品のプランを出してて、それいつ頃ですか。それ2012年の秋ぐらい。2012年だ。じゃあ独立する前。前ですね。独立する前ですか。全然もう余裕でもうペイペイの社会人だったあの出してて、その時のプランが一応準グランプリまで行ったんですけど、ただ実現なんか大量の iPhone を吊るして震えさすみたいなプランなんですが、いや現実に iPhone 結構重量あるから、そんなエヴァみたいに吊るしたら無理はあるやんっていうのが分かっていって、まあ結局実現はしきれなかったんですけど、巫女をその時買ったんですよ。そのパフォーマー用の衣装として巫女を買ったんですけど、そうなんだ、なんか楽天で当時はまだメルカリじゃない、当時は楽天だったんですよ買ったんですが、まあせっかくだからもったいないし着るかって思って着始めたのが最初 で、うん、でもとはいえなんか、まあ、だんだんデジタルシャーマニズムっていうテーマ性が決まっていったっていう話もあったんですけど、うんうん、まあ、自分のやってることのあのこうビジュアライズするというか、うん、あのテーマ性をより分かりやすくするためにあの明和電機の衣装みたいな確かにあれ分かりやすいですよね、着てますね。確かに。あとここ数年はあの海外行きがすこぶる良いことが分かりまして、ああの海外の展示のエクジビションとかで歩く観光スポットみたいな感じなんか日本っぽいですしね、なんか白と赤で、そうそう、白赤、あのアーティストは黒を着やすいんで、確かに、なんか僕らのなんか知り合いも黒い服ばっかり着てる人いますねそうそうですね、はい、結構あのアーティストあのモノトーンを着る傾向があるので、あの集合写真撮るとめっちゃ浮くんですよ確かにそうね、一点だけこう一点すごい違うの紅白あってアイキャッチ効果がすごいので確かにそういう意味でも印象に残るあって、そうそうなんです。そっか、いやなんか大事ですよね、クロスダイバーシティ、そういうのないじゃないですか。あ、でも本当さんいつから白写真固定してる、白いじゃないですか。いやもう僕は白担当なんですよあのそういう意味では落合さん黒担当、ウェブサイトで珍しく落合さんが白を着ている、そう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 、あのいやあれ僕は強固に反対したんですけど、ね、あ、そうですか僕は最初からカラフルがいいって言って、あ、確かにダイバーシーだし、そうですよ ねでもなんかあの時は白になっちゃいましたね結構白を切りましたもんね最初は白だとか言って、社団のウェブサイトはカラフルにしたんですよね、だからそうそうそう、そろそろあの公開されるんですけど、クロスダイバーシティ社団法人作って、お、素晴らしいですね。そう、それでまあ今クレストって次元的なんですよねあのでも長いですよね、5年ぐらいでしたっけ。そう、6年間かな、長いですよ、ね、5年半かな、5年半、うんうん、結構じゃあ腰を据えてそのクロスダイバーシティ、あの本当にいろんなテーマできそうですけど、うんうん、まあ、ね、さらに社団法人化、そうだからあの終わった後も続けられるようにっていうんで作ったんですけど、うん、で今が4年目、うん、4年目ですね、うん、そうですね、はあ、4年も経ってしまいましたが、うんうん、あのそのちょっと座組的な話で言うと、うん、あのさっきあの打ち合わせというかもうちらっと話したんですけど、アカデミアであのポジションを置いてやっている人の人生も気になるし、あと、まあ、自分ももともと大企業普通に働いてたんですけど、うん、結構大企業で自分が独自のプロジェクト通すって結構並大抵のことじゃないと思って、うん、あの実感してるんですが、なんで本田さんそんなに自由にやってるのかすごい気になってて、自分のプロジェクトとか自分のチーム化して、自分個人のなんか会社のトップから降りてきたわけでもない、あれ持ち込みなんですか、オンテナって完全に。そうなんです、じゃあ私の話から。いや、気になって なんでそんな自由にやれんのって。そうそう、僕もともとまた別の会社で UI デザイナーしてた、あ、そうですか、あのメーカーでしてたんですけど、はいはいはい、でもどうしてもオンテナやりたいっていうので、あのその一番最初に就職した会社ではやっぱり新入社員が何言ってんねんとかダメになって、そうでもどうしようっていう時にあの、うん、水戸プロジェクトって分かりますか。あ、はいはいはい、まあ、落合さんも水戸の先輩ではあるんですけど、スーパークリエイター、あ、じゃあ結構水戸関連の人多いですね。また和田さんもそうです、ね、あ、そう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 、うん、確かに確かに。で、そう、それがその関連で富士通の常務の方を直接紹介してくれて、うんうんうん、でそこでプレゼンしたら、うんうんうん、よしよかった、うちでやろうって言ってくださって、そうなると、ね、そうで、分かりました、やめますって言って、あの8ヶ月で辞めて前の会社、はい、で
富士通に入って2016年からもう、でもそう考えると5年が経っちゃいます、ね、すごいです ね4年も だいたい結構あの大企業新規事業あるあるで1年で潰れるっていうのは本当ずいぶん長いことやらせてもらってますね。当初そんな話もしてましたもん、ね、そうなんですか。えでも毎年今年が勝負だって言ってますけど、ね、そう確かにでもそっか、なんかその新入社員叩き上げはそうやっぱ結構イメージが湧かなくて、それからトップから直で入る、ね、拾あの、ね、拾ってもらってトップで拾われると、うん、もうそっかバリアができるわけですよ。そうだから 100% もうオンテナのためだけに動けへえすごい立ってもらって今もそうなので、もう随分富士通いい会社ですっていうのと、まあでも最近はねその会社のなんか風潮も少しずつ変えていって、うん、やっぱやりたいっていう思いをちゃんとこう支援しようっていうムードにはなってきてるんだけど、うんうん、意外とこれやりたいですみたいな人いないんですよ。あそうなんです、少なくて割とも降りてきた仕事をやれば OK。 そうやっぱりこう、まあ、そりゃそうでしょうね、受け身になっちゃうので、うん、もし本気でやりたいっていう人がいたらもうぜひ連絡くださいやりますんでなるほど、はい、そもそもじゃあそのやりたい人材があるよ。富士通の社員に向けて言ってたんですか。あ、富士通の社員でも別の方でもいいですよ。これ富士通でやりたいですって言ったらもうぜひつなげますんで。じゃあ本当にそれと心中するぐらいの社員を心中するぐらいのいたら結構意外とそれは受け入れられるんですよ、うんうんうん、まああとね、やっぱりこういうESG 投資みたいな話があったりとか、うんうんうん、SDGs の文脈があったりとか、うんうんうん、こういうダイバーシティに対しての、ね、理解も特に大企業とかは、うんうん、すごい意識をして始めて、結構この 2,3 年ぐらいですごい潮流が変わった感じがあります、ね、そうそうそう、だからタイミング的にもすごい良かったし、うん、こんだけ長くさせてもらってて、ね、多くの人が協力してくれてるっていうのは、うん、まあ、そういうところもあるんじゃないかなと思います。人徳もあると思うんですけど、いやいやもうその人間力っていうのは菅野さんの武器ですよ。その人間力はないんで、初めお会いした時の人間力はありすぎて逆に怖かったです。恐怖を感じる。どういう一番最初恐怖を感じる。すごい心がひねくれている人からすごい恐怖感じる。その感じはすごく怖い。どういうことですか。菅野さんは、うん、実はドイツにいたんですよ。そうなんですか。ピュアアカデミアですか。ピュア僕本当にピュア、まあ、でもピュアアカデミアが何かって話になるんですけ ど僕の話をすると僕なんかでも完全にこうフックアップでここまで来てる感じの、あ叩き上げ、いや、もう本当に誘われるままにこう、あじゃあそのヘッドハンティング、そうです、もともと東大でドクター取って、うんうんうん、そのまま持っといた佐藤陽一健ってとこで、自然の研究してて、うんうん、昔から自然の研究してるんですよね。で、はいはい、でいる時に、そのドイツにいる知り合いの研究者が新しく研究グループ作るからポスドクとして来てくんないかって言われて、うんうんうん、お誘いが入って、そこで結構なんかこう業績にブーストがかかったというか、これ変なすごい変な言い方ですね。そこでこの話は後でするとして世界的な、ね、研究者としてみたいな、それによってで昔、お世話になった阪大の先生に准教授で打ち来ないかって言われて、うん、面接受けて、打ち来ないから多いですね、まあ、その前後関係が逆か、うん、当時っていうか今もあるんですけど、卓越研究員プログラムっていうのはまず先にあって、であれってなんかこう応募して大学とのマッチング取ってみたいなポジションなんですよ、うん、最初だけなんか最初に大学の方に応募するみたいな仕組みがあってみたいな話で、うん、まあ、それはすごい細かい話ですけどまあそれもだからなんかこうそうですね、でそれ結構迷ったんですけど、はい、まあでもちょっと教育に興味があったので、なんかこう日本に戻ってきて、で2年ぐらい阪大にいて、うんうん、で元いた東大の政権のところの准教授のポジションが空いたから応募してみないかって言われて、誘われ力すごいですね。誘われ力すごい。そのこうそうなんですよ、お世話になった人とか知り合いとかのフックアップに乗る形でここまで来たっていう、それもまた違う人徳感じなんですけど、ね、研究者のキャリアって多分割と、はい、でも分野によるか、僕の言ってるのって本当情報系の話だと思いますけ ど、うん、ど割となんかこう明確な指針はあって、結局やっぱり論文のインパクトなんですよ、うん、なるほどなるほど。で、これってなんかさっき言ってたまさに社会に分かりやすく伝えることって直接的には業績にならないっていう話で、それはその論文の業績というか、まあ、どっかにアクセプトされたとかそういう、そうですそうです、だからどれだけインパクトのある学会に出したかとか、なるほど、それがどれだけ引用されてるか
か、うん、なるほど、まあ、要はある程度こうなんて言うんですかね、研究の世界での業績、うん、定量的なメトリックで、うん、こう研究の歴史にどんだけ影響を与えてるかっていう尺度が割と明確にあって、うん、なんでそこをどうやってこう積み重ねていくかの勝負なんですよね。なるほど。だから意外とそこって結構明確にあって、なんか研究者のこうプロフィールっていうか履歴書って大体こう過去に発表した論文のリストと、なんかそれの引用数と、あ、面白いな、引用数なんだ、どれだけこう研究に関する賞をどれだけもらってますとか、なんかそんな、あと助成金どれだけもらってますとか、なんかいくつかちょっと典型的な指標っていうのが被るところもあるけど全然違うところもあってますし、なんでこう、まあ、予算と多分パブリケーションがすごく重要なんですけど、なんかそれって多分すごくフリーランス的な話でもあるんですよね。そのそうかもしれない、マーケットが全然違うっていうだけで、結局研究のお金をどれだけ獲得してるかと研究コミュニティにどれだけ名が売れてるかっていう話。でも私ちょっと聞きたかったのが、自分全くアカデミアに関係ない人間なんですけど、なぜか最近学会に誘われることがすごく増えてきてそうね、確かに。そうなんですよ、まあまあまあ、シーグラフ、ね、シーグラフイジアのアートギャラリーとかにのなぜか運営委員をやっているんですが、はいはいはい、なんか学会っていうものがフリーランスのアーティストからするとあまりどういうなんかしてよくどういうノリでいけばいいのか、ね、それしかも学会って結構分野によって全然また違うんですよ。あ、そうですか。学会出たことなかったですか、大学時代。そもそもあ、でもなんかあったな、セクハラインターフェイスがエンターテインメントコンピューティングに出した時はそっか、エンターテインメントコンピューティングになるんだ。すごい、もう怖すぎて怖すぎて、自分発表したのは渡井さんって共同制作者の方で、もうブルブル増えながら自分で作品を見てたんですけど、発表するの結構勇気いりそうですね。でも学会が何なのか分かんない、なんか作品しかも公式からでもなんかタイトルで人が釣られていって、すごい人が集まっちゃったんですよ、なんとかラインターフェイスで。確かにそうそうそう、学会って確かに結構研究者の方にとってやっぱそれこそが自分のキャリアをブーストするツール。これ実は結構分野によって違ってて、はい、分野によっては学会って本当にただの、集まりなんですよ、うん、要はジャーナル、うん、論文誌に論文を書くことが一番重要で、うんうんうん、学会っていうのはなんか交流会みたいな。あ、でもそうですね、結構交流とか、まあ、異分野との情報交換って意味合いが高いっていうのはすごい聞きました。っていうニュアンスが高い分野もあるんですけど、情報系って割と学会がこう一番重要な論文発表の場になってるケースが多くって、で、ただそれがまた複雑なのが、はい、Cグラフと C グラフアジアって結構、うんうん、その中にまたいろいろあるじゃないですか。なんかいろいろプログラムがあります、うんうん、でC グラフとか C グラフアジアってなんかメインテクニカルペーパーのセッションが一番こう、うんうん、なんていうか通すの難しいっていうか、あ、ね、そこがそのいわゆるさっき言った論文の業績っていう意味での発表の場になってるんですけど、うんうんうん、まあ、他にもいろいろあって、でそれぞれ多分評価する分野が違うんですよね、うんうんうん、なんか E-Tech で展示するのを評価する分野っていうのも違うし、あと C グラフは結構企業もいっぱい入ってるから、あ、そう、結構企業展示会的なニュアンスも、結構企業のトップの方がすごい C グラフのファンでっていう方がすごいいるのが、ちょっとイベントのニュアンスも C グラフは結構強くって、うん、で一方でなんかコンピュータービジョンの学会とかだと本当にそこに通すこと、まあ、論文が大量に投稿されて大量に発表されて、でそこに通すこと自体が結構重要な目的になっていてみたいな感じだったりしますね。だから結構学会によっても多分全然違います、うん、あれは。今年はシグアジは東京開催ということで、東京、そうなんですよ、東京開催、ね、有楽町でやるってことで、そうです、なんか準備は進んでるんですか。進んでいるようです。そう、慣れないのに。え、あれは何、大量にこれから送られてくる作品をこれから見るフェーズになってくるんですか。そうですね。そうか、それもで審査する方も大変そうだな。やっぱ普通のアート系のコンペティションとはと違って、うん、なんかレビューのプロセスがもっと複雑で、うん、厳密なんだなっていうのは結構びっくりしてましたね。なんかこれまで結構審査員もやられたりしてるじゃない。審査員やるの嫌なんですけど、ね、本当に嫌なんですよ。恨みを作る仕事なんで。いや、そんなことはないと思うけど。嫌で嫌で、あ、そうか、しょうがないですけど、でもまあ やるやってる。そうだね、はい、確かに学会の多分そういうのの審査って多分論文の審査のニュアンスがでやられてるから多分、ね、そうなんですね、きっちりしてるんでしょうね。作品の審査であってもなんかちゃんと審査がいて、ね、なんかレビュープロセスがもうかなり厳密に決まってて、うんうん、へーってなったり、うんうん、
野球はだからすごい相互評価カルチャーっていうか、結局お互いにお互いのことを評価して、あ、そうなんだ。怖いですね。同業者に認められないと研究にならないんですよね。だから同業者に認められないと研究にならないっていうのが、あ、まあ、なんかそれで結構研究者の方やっぱ目が厳しいんですね。そうですね。だからそれはなんかある意味こう専門性みたいなものを担保する仕組みでもあるし、まあ、ただそれが過熱しすぎるとやっぱりちょっと良くないところがあって、結構クリティカルさが強すぎる。そうですね。特にコンピュータービジョンは最近なんかそういう話はよく多いですね。なんかみんな厳しすぎるんじゃないかっていうのは。けどそうですね、だからそこの、うん、それもまたバランスの話なんですけど、うん、石井宏先生も言ってました。山は作るものだって。お作る、そうですね。お返しします。まあそこはやっぱカルチャーが違うんですね。あの、まあ、でも専門性を担保するためとか正確性を担保するために、うんうん、まあ、基本的には厳しい目で、そうですね、あの、うん、弾いていくというかさ、あらをなるほど。そうですね。だからそうなんです。だから、うん、結局特殊なカルチャーだなっていうのはすごい思います。そうですね。コミュニティギャップみたいなのが多分結構なんか本質的なところにあって、うん、なんか専門家、うん、まあでもそれって別にあれかもしれないですけどね、研究に限らずあるっていうか、専門家による評価と一般の評価とのバランスみたいな話って別にアート業界もあるでしょうし、両方ありますもんね。菅野さんは将来どうなるんですか。なりますね。ねえ、だってもう30代で東大の先生になったら、もう次なるもんといったらハーバードの先生ぐらいじゃないですか。まず教授になれるように頑張るって話ではありますから、ね、ああそうか。なんかそこのよくキャリアも分かんないですよね。準教授から教授になる、それもまた実は結構大学によって違いますからね。この話深掘りしますちょっと僕はでもそんなに長期的なプラン立ててないんですよね、昔から結構。まず声かけられるのを待ってるわけですよ。外押しだし、結局ちゃんといい研究やるとか、うん、でもそれは結構みんな同じ考えだとは思いますけど、そのちょっと誘われ力すごい掘り下げたくて、まあ、誘われるってまあいろんな誘われ方すると思うんですけど、でもどうやってその自分にとって本当に大事な話を見分けたりしてるのかなっていう。そうですね、確かにね、複数来た時に A の子のこと B の子どっちを選ぶのかみたいな、そうです、どういう尺度結構ドイツから日本に帰国するっていうのも、まあ、結構大きい。そうですね、決断だ。ドイツに残るっていう選択肢もあって、なんか、うん、知り合いの会社から誘われてたんですよ。また誘われちゃうんですね。誘われまくりじゃないですか。モテまくり。でもそうですね、でもなんかさっき言いましたけど、ちょっとやっぱ研究に興味があったないや、うん、教育に興味があったんですよね、ちょっと。なるほど。やっぱその時自分が旬というかホットだったんですね、うん、多分こう僕自身結構その自分がどうしたいというよりは、ちょっとなんかこうなんていうんですかね、分野がどうあるべきかみたいな話が割と好きなタイプの人間ではあるので、うん、なんかこう、うん、どういう学生を育てるかみたいな話は結構楽しそうだなと思ったのと、好奇性高いですね、公共性あんまり。そうですね、企業研究所ってなかなかやっぱりいろいろ大変なところもあって、うん、今人が多いからこそ結構なんか突然部署なくなったりしますし、まあ、僕は研究さっきあの話をしました。本当に突然部署なくなるんですよね。ただそうですね、結局今特にやっぱ人工知能関係ってやっぱ企業の方が明らかに研究しやすくって、大量のデータと大量の GPU と大量の予算がある方が明らかに強いので、むしろ今多分企業に行く人の方が多いんですよね。なんかあえてアカデミアに残る人って結構やっぱ少なくなって、学生さんを育てるってことに興味がないと、なんかちょっと別なモチベーションがないとっていうところで、でもなんかそれは多分その多様な課題について議論するの大事だよみたいな話って、明らかに企業マインドじゃないっていうか、それは多分まあ問題解決とか利益追求、なんかそれは多分こう、そうですね、なんか企業的な研究開発と拾い上げられない課題みたいなものをどうやって見つけるかみたいな方が興味があるので、じゃあ本当にやっぱ自分がやってる分野が好きで、そこに対してどの動いた方が貢献できるかみたいな。そうですね、それは意外とあるのかもしれないです、ね、考えてるんですかね。なんかそんな気が、やばい、今日市原さんの会のちょっと菅野さんの人生観についてちょっと何やってるんですか、菅野さん。聞きたい話だったね。じゃあちょっと市原さん、もうあとちょっとしかない時間ないんですけど、どうしよう、なんかコメントとかは特には来てないので、確かに、で、あ、
そういうキャリアの話で言うと、キャリアの話会社辞めて独立されたじゃないですか。はい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 、あの時どんな気持ちだったんですか。いやもう恐怖です。恐怖。恐怖。あでも辞めるまでは恐怖だったんですけど、うん、辞めてからはもうヒャッヒャッハみたいな。ヒャッハ。ノラっておっしゃってましたけど。ノラ生活が意外と性にあって、でもやっぱ辞める時全く仕事の当てとか一切なかったんで。なんか独立エントリーをとにかく派手に出したんですけど、あの退職しましたエントリー、まあ、それがうまくあの計算通りあのバズってくれて、まあ、そこからまあご祝儀案件が、まあ、わーっと来て、まあ、ご祝儀案件、ご祝儀案件っていうんだ、そのやめた後に独立した時に頑張ってねって言って、そのワードは聞いたことあります、ね、くれる仕事、まあ、それであの自分の実力を勘違いしてしまってやばくなるって、いやいやいや、そんなことない、あのあの、まあ、そういうあのそう懸念もあるんですけど、まあ、でもそれ の, ど、うん、そ, のそうですね、初めにどうにかプロモーションやって、うん、それがうまくご祝儀制とともに回って、まあ、なんだかんだあの楽しくやっている、うん、すごい感じです。え、ちょっと今後のね、HR エスクがどうなっていくかっていうのを、その合意につなげると、はい、結局なんかこうフリーランスで活動するとか、はいはい、大企業の中で自分のやりたいことやるとか、はいはい、あえてアカデミアに残るみたいな、うんうんうん、キャリアパスの多様性って、うんうん、結構多分クロスダイバーシティ話してることと結構重要なリンクがあるんだと思うんですよ。あの多様な価値観をそのまま続けるにはどうすればいいかって話って結構重要 で、うんうんうん、でそれって技術があってもしょうがないって話がなんか割とあると思うんですよね、うん、なんかこう多様なことをやる土壌をどうやって育てるかみたいな話 で、うんうんうん、でなんかその議論なんかずっとしてる中で結局やっぱちゃんとエクストリームな人が目立つのが大事っていうのはある気がしていて、うんうん、でその意味で割とこう市原さんのキャリア感みたいなものも重要なんじゃないですかねって、すごくあんまりアカデミアとかに思いがありませんでしたら、市原さんみたいになりたいって思う人もいるでしょうしね、まあ、お勧めじゃないですけどそのなんかそう前半の話につなげると、うん、なんかこう多様性って言った時に研究の枠で話してるとやっぱどうしても真面目な話に終始しがちで、なんかそれこそやっぱコロナの時にこうオンラインでパーティーやる方法について真面目に研究した人っていなかったなって思ったんですよ僕は要は仕事する方法について研究してる人いっぱいいたんですけど、いかにこうオンラインでパーティー感を出すかとか、それこそ生と死の話をどこまでちゃんとオンラインで扱うかみたいなのって全然めちゃめちゃ重要な話なはずなんですけど、意外と確かに抜けたりしますよ。オンラインのデートどうすんの問題とかって明らかに重要なんですけど、まあやれてなかった側面はあると思ってて、でなんかその感じってやっぱりすごく要はなんか価値観の多様性って話をするときにいかにこうなんていうんですかね、ユーモアとふざけ感を持ち込むかっていうのは結構なんか重要な話な気がしていて、意外とそこに人間の生々しい欲望はあったりしますからね。なんかで、まあ、遊び心とクリエイティビティみたいな話なのかもしれないですけど、なんか言及とかもなんかどっかでちょっとふざけ感がないとなかなかこう多様な考え方って出てこないところがあるような気がしていて、ちなみに僕は昨日菅野さんと一緒に画面共有しながらアマプラ見てました。アマプラなんとなんだかんだ言って仲がいいっていう、仲いいですね、こうあれですね、喧嘩してるように見えて結構はそれで言うとあの創業メンバーはバランスいいですよね。まあ、研究者の方もいれば、ね、経営者の人もいれば、4社4用っていうか、うん、まあ、落合さんがねこうまい具合にバランスさせたんだと思う。あ、なるほど、そういろんな立場の方をうまく、うんうん、ね、企業の人とアカデミアの人と、そうですね、会社でやってる人と、だからそうですね、でなんか割とだから僕らもくだらない話ができるノリをいかに保つかみたいなのは結構重要だなとは思うんですよ。どうなんですかね、僕らがおじさんになったら真面目な話しかしなくなるのかな。いや悲しくなりますねなんかそれをちゃんと作品にしてるやっぱり悦子さんは改めてすごいなっていうことですよね。全振り、うん、そうですでなんか論文でもたまにやっぱそういう話事例ってあるとは思うんですよ。なんか結構エクストリームな話を扱ってる論文ってたまにあるんですけど、ね、なかなか実際にそれを両立するのって結構難しいし、うん、あれ結構やっぱ英語力が問われる話になってくるから、なんかなかなかその難しさもあるんですけど、なんかそういう意味でやっぱりそうですね、なんかこう
まあ、それがまさにこのクロストークの一つのテーマではあると。世の中にいろんな人がいるっていうのをちゃんと、ね、本当なんでこのトークやってるんだろうって思ってたけど、まあ、それが目的の一つだったんですね。なんか特に僕はなんかそこですね、うん、これを研究コミュニティの人がどう意外見てるか分かんないですけど、これ僕でも意外とね学生を見てるんですよ。あ、そうなんですよ、うん、今日ねなんか誰ゲストにするっていうのでいろいろ候補を挙げたんですよ。内原さんが言って菅野さんもバッチ、なんかそう、内原さんって言った時にいいんじゃないですか、びっくりって来て、なんか普段そんな反応しないのにどうしたっていうのがあったんですけど、いや良かったです。今日そう時間がねもう8時までということなので、まあでも5分押しぐらいだからね。まあ確かに。じゃあちょっと最後に一言ですね、内原さんが今日の感想と何か、はい、最後にします。ん、本田さんから、ね、あ、僕から感想、今日の感想じゃあ、はい、みんな言っていこうか本当にありがとうございました。やっぱり今日は何と言ってもこの市原悦子の変遷をですねこう見たっていうのが一ファンでした、ね、すごい一ファンとして、はい、よかったです。ありがとうございます。ちょっとまた今後一緒になんかコラボレーションできる機会があれば、ふざけた感じが必要な時ができれば、はい、ちょっとあのソーシャルグッドの その字もないんですけどいやいやもういやもうソーシャルグッドだと思ってますんで。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。じゃあ菅野さんどうぞ。はい、あのそうですね、多分あのでも僕多分まとめ的な発言さっきしちゃった通りだと思うんですけど、あ、確かにそうですね、本当そういう話だと思っていて、なんかそうですよね、意外とこういう研究のなんかこういう会とか出ることってあります。あ、研究の研究会とか学会とかのトークに呼ばれる研究会、あ、でも意外とやっぱあのアーティスト兼研究者っていう方結構いるんで、その流れであの研究会的なところに賑やかし要因として呼ばれることが結構、そう、なんかその話も確かにちょっと聞きたかったんですよね。なんかアートと研究のコミュニケーションってどう思いますかっていう話、要はその近い良くも悪くもですけど、落合パイセンにも聞いた方がいいですか。あ、そうですね、まさにです。なんか近しい分野というか、近そうですね、なんか割と自分の専門性とは自分が気になることを突き詰めているタイプの人間としては結構共通点が、うん、すごく近しいところはあると思うんですよ、うん、でもすごい自分も研究者の方、まあ、全然違う分野でもリスペクトすごいしてるんですけど、でもどっかしらやっぱ親近感を感じるところはあるなと思います、うん、なんかそのどちらも結構個人ポートフォリオが大事な分野というか、あ、そうそうそう、あのさっきのあの履歴書の作り方とか結構共通点がある、そうそう、それ結構そうだと思うんですよね、うん、なんかでも一方で意外とそのアーティストコミュニティと研究者コミュニティの大多数はお互いのことに興味がないっていうか、なんていうんですかね、一部ちょっと共鳴してるんだけど、一部まあ一人二役やってる人はちょくちょくいるけど、なんかでも意外とすごくこう重要な対話ができる関係性なんですけど、なんか本当に純粋に研究やってる人と本当に純粋にアートやってる人の対話とかも結構実は面白い可能性があるんですけど、すごい面白いし共通点は実は多そうなんです。なかなかね、芯を食った対話ができる機会ってあんまりないよなっていうのをちょっと昔から思っててっていう話を聞きたかったんですけど、締めの時にその話を聞いてましょうどんどん深くなっていく、最後に、はい、今度何かの機会に確かに確かに、はい、ありがとうございました。じゃあ最後によろしくお願いします。あ、はい、あでもさっきのお話を受けるような感じですけど、結構アカデミアのことがあんまりあの 近い分野にちらちら見えるんだけども、うん、あんまりそのどういう論理で動いているのかっていうのが分かってなくって、うん、なんでこうなってるんだろうってあの不思議に思いながら近い分野で仕事をしていることがあったので、結構そういうあのどういう指標であのリスペクトを集めているのかとか評価されるのかっていうロジックを張ったのすごくあのすごいスッキリしためちゃくちゃスッキリしましたけどこうなってたんだ、いつでもいけるんじゃないですかそっちの場合であとあのちょっとダイバーシティというかあの系の取り組みって そこまで、まあ、やっぱそれもちょっとかすってる部分もあるかもしれないんですけど、そこまであの縁がないと思っていたんですが、うん、でもあの今日はあの本田さんがあのめちゃくちゃそのあの自分と違う身体感覚の人がめちゃくちゃ面白いっていうところから始まったっていうお話とかを聞いて、うんうん、あちょっと、うんうん、あの入り方が近い、自分が秘宝感で、うんうん、あそうそうそう秘宝感で秘宝感とそうそうそうだな、もう朦朧の方だっただけで、うんうんうん、なんかそういう意味ではあんまり変わらなくてシームレスなんだなっていうのが分かったんで、うんうんうん、結構あのアカデミアへの壁とあのダイバーシティ分野への壁がちょっとかなり、うんあのついたてが立ってますけど個人的にはすごい薄まって、あのなんでしょう、あの
境界が薄くなった感じがしてすごいありがたい時間でした。嬉しい、ありがとうございます。そうだったんだっていう感じが素晴らしい締めを、はい、ということで今日はのゲストは市原悦子さんでした。はい、ありがとうございます、はいはい、そして次回の、内容はゲスト未定です、はい、内容は未定なんですけど、ぜひチャンネル登録&ツイッター概要欄からあと裏方の方も研究者で、うんうん、しかしまあ、ちゃんとした研究されてる方なのにそれ本業にできるんじゃないかってぐらいにスイッチングとかできるのすごいなと思いました。あ、ね、通勤ってくちゃちゃになってます。いつもさんになってます。すごいすごいです、はい、皆さん前回のアーカイブをぜひ、ね、そうですね、確かに、はい、菅野さんもツイッターやってます。はい、ではでは、はい、本日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。カメラあっちか。